英朝左京1月20日から1975年2月22日は日本の実業家、第一家庭電気創業者、千葉県香取郡神崎町出身。千葉県香取郡神崎町に生まれ、高等小学校卒業後に地元の酒造家に鉄地チ奉公に入る。6年後上京し、1929年に江戸川区の小松川で酒屋を、 独立して営業する。戦時統制下にあって1940年に酒屋を廃業。翌年に牛車による運送業を開始。2年後には日本一と言われるほどの規模に事業を成長させるが、終戦とともに1945年に廃業した。1948年に千代田区神田戸山町にてラジオゲップ店鈴屋を創業。鈴屋はやがて、 ボランタリーチェーン化し、ラジオリンクストアの展開を開始する。1956年に東京芝浦電機産加に入る形で、鈴屋を発展的に解消、東京家庭電機株式会社を設立し、社長に就任する。しかし、次第に強まっていった店舗の東芝職に違和感を覚え、2年後の1958年に独立し、 第一家庭電気株式会社を設立。社名には、あらゆる家庭電化製品を売ることを第一に、第一に、皆様の家庭にご奉仕するといった意味が込められているという。当初は、本拠地だった新橋のほか、川崎、秋葉原、新宿に出店。特に、秋葉原界隈には5店舗を構えたが、シェア拡大に限界を感じ1962年には、三鷹市に出店。 以降、郊外出展を進めていき、第一家庭電球を1970年代を通じて、日本随一の規模の家電量販店に成長させた。1972年、家電量販業界への貢献により、乱受報賞を受賞。業界内では全日本、電気大型経営研究会の会長を務めたほか、全日電の後ろ身にあたる日本、電気大型店協会の名誉会長も務めた。 1974年に第一家庭電機の社長を退き、同社の会長に就任。同年、千葉県立図書館等への寄付により、根樹法奨を受賞。1975年2月22日、喉頭がんのため67歳で死去。晩年の8年余りは、病のため入退院を繰り返していた。1976年2月18日、 第一家庭電気から A 調査共通等集が発行された。ありがとうございます。